とこれが太さが違う。ヘルメット返さない。すごい興味あってボランティア参加したいなっていう気持ちがあるんだけど、で興味あってじゃないけども、で今実は怪我しとるから今すぐは参加できないけど、ゆくゆくというか、興味、どうぞ、面白いですね。あと本当に面白いですね。で、僕、実はその登山始めたのもあるんだけど、クライミングを言って、でこういうハーネスとか、すごい興味あるんですけど、つけておるのかな。1枚、2枚写真撮ってもいいですか。そう、ちょっと今ね、かよ丸撮りすぎて、スマートフォンが熱くなって写真撮れませんよ。動画で撮ろうか。これは自分で買うんですか、支給される。支給ではないですね、借りておるだけ。あ、借りる。フランス製なんでね、一番いいやつ今のところ。あのこのペツルってメーカー、登山用品でよく使ってます。本当信頼のおける、装備なんで。ぐるっと後ろもいいですか。あ、こういうのついて、おお、かっこいいっすね。そうか、例えば、じゃあ実際に参加しますっていう時に手出しっていうか、その費用っていうかかかるもんですかね。あの僕やりたいですって、例えばまあ加入しました、じゃああなたはこれとこれとこれ買ってくださいね。いや、買ってくる部屋はないです。あ、本当ですか。これ全部支給です。全部これ。じゃあ今日、例えばこういう普段着でここ集合してここで着替えるっていう、そうお借りするっていうか。これ太陽だから全部うち持ってってるんですよ。あ、大体持ってって、これ洗濯しなきゃならんでしょ。ここで洗濯っていうわけに自分の使ったものを自分でやっぱりするってのは当たり前の話なんで、そうしてだってそういうふうにして年に10回転発するんですよね。大体8回ぐらいなんですよね。雨降ったり風吹いたりすると一緒になるんで。雨のやるやらないっていうのは当日決定。いや、そうじゃないです。大体、分かりますよね、天候。まあ、今時、週間天気予報で。すごいからね、大体当たりますから。そうです。でも、いくつ取っていかなくても別に関係ないんで、どうしても来られない時は、来られないっていう。いいっすねっていうか。僕もともと射水市になる前の新港市に住んでた時期がありまして、今富山市に住んではいるんですけども、まあ、30分40分もあればここまで来れるというか。今日仙台から来ても来そうだし、金沢、もうすごいですよやっぱり。好きな人はもうね、僕らも今これ終わると、今日は行かないけど、横浜でもやってるんですよね、日本丸が。そこまで行くんです。皆さんで行くんです。皆さんでっていうか、みんなから5、6人で、まあ、行きたい人っていうか、おるんで。日本丸も年に10回ほどやってたけど、ちょっと多いんじゃないかな。やっぱり場所が場所だけに、横浜のね、港みたいな。こっちと違うでしょ。そうですね。僕も何回か横浜行って、その、あ、これが日本丸かって見たことは。元町から港未来、ランドマークタワーとか、そうですね。で、すぐそばに遊園地とか観覧車もあったりして。半ばに会いに行くのが面白いですね。
もうね、川崎さんっていう、川崎さんは何年ぐらいやってる？これでもう8年、10年目か。私あの会社会社員だったんだけど、終わってから、これ入院的で遊ぶってわけにいかないんで、まあなんか。何かしよう、はいはいはい、よしこれだって友人がたくさんここにおったもんだからね、あ、はいはい、それで、あ、じゃあもともと新港っていうか、いやいや、40分ぐらいって言ったんですよ。そっかそっか、うん、はいはい、あー、今、これで2年目かな。そうそうそう、彼が指揮を取るというか指示を出すっていうような、ピーって笛吹いたりっていうか、そうじゃなくてキャプテンっていうのはどういう役職？キャプテンって船長、現在の船長。おお、そういうことか。もう永住停泊だけど船長とおられるんだ。あの船、水の上に浮かんでますからね。あ、船ですよね。うん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 、横浜はあれ水の上じゃないから建物だから船長はいなくてもいいんですよ、ね、おお、そういうことだ。面白いですね。あの、海事法って法律があって、はいはい、そういうことになってる。厳しいんですよ、そういうものは。うん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 、あの、もうな、素人というか知らないから何でも聞きますけど、もうこれっていうのは出航するっていうことは、いや、しないです。もうするもしないも、もう動かないです。これ動く、老朽化がものすごいお金かかる。だってもう93年目ですよ、ここで。現役で、あの、作られたのは昭和5年ですからね。おー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 、そうかそうか。今ご飯食べに並んで、今、ああごめんなさい、足止めて、すぐ行かない。ごめん、あの、僕ソフトクリーム食べに来たんで、あとこの中も久しぶりに、ありがとうございました。名前がいろいろ、ああそう、いろいろな、あ、なんかいろんな種類もあるし、うん、セール1個でもこのロープがこっちつながってて、あっちもつながってて、上げるロープがまたどこか出てるっていうのが今横とかからあるんですけど、うんうん、それ全部1枚ずつ全員で弾くっていうのを、順番にやっていって、どなたとかがこうリーダーというか指示、この、あ、そうですね、これを引っ張れとか、こう、はい、声かかるの、うん、すいません、あ、ありがとうございます。今日は何時にまた縛るっていうか畳む？14時。2時から掃除始めます。ちょっと間から来るんですよね。先ほど年配の方にちょっとお聞きしたら、はい、ちょっと今日は人数足りない。そうなんです。まあ今日どころか毎回足りないんです、ね。あ、そう。まあできるだけ来てほしいんです。そうです。結構力の入る作業なんだもありますんで。で、先ほどちょっと年配の方にお聞きしたら、はい、年に何回か横浜の日本丸の方に応援で行っていうか、そういうのもやってるんだ。そうですね、横浜でも同じ、日本の方が回数多いんですよ。ああ、はい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 、はい、同じようになってます。海洋丸の場合は、まあ多くて月1回っていう感じですかね。そ
そうですね、年間で10回で、新聞が4月から11月までそれ外れると寒くなってですね、ちょっとなかなか作業はしんどいんで、その間に月1回ある時もあれば月2回ある。例えばその申し込みして講習会ありますよとか、こう先ほどお聞きしたんだけど、実際にやる前に何か講習受けることもか、もう実際に、でも今日初めて1週間前ぐらいに、その講習はどこでやったの？船で。あ、実際に現場やった。船と船で練習。ああ、おおおお、あ、それはハーネス。あ、ハーネス。ボランティアの人で1日間の訓練を行っていただいて、じゃあ次から転換に参加しますよとか。あ、段階的には。同じように参加するんですけど、先に参加されている方がいます。その人の様子見ながら、教えてもらいながらやると。まず1人で、はい、あなたこれ一つ自分で責任持ってやりなさいよというような感じはありません。横にいる人が教えてくれたり、じゃあこれはこんな風にするんだよ。ボランティアになってからもこう覚えて、いろんな作業を覚えて一緒にやっていくというような感じですけど、そこまでプレッシャーを感じていただく必要はありません。なぜ興味を持ち出したかというと、はい、実は、まあ、これ登山で怪我しちゃったんだけど。あ、そうですか。残雪というか4月の頭に、はい、ちょっと先ほど見たら大きなカナビラだとか、はい、なんかそういうのも勉強になるかなというか、また、まあ、ジャンルが全然違うけども、こういう、まあ、技術って言ったら変だけど、この要は高いところが好きっていうのもあったり、面白いかなというか。登山で登攀される方は必ず装備つけてされますもんね。で、僕らけどそのやるのは腰っていうか、はい、こうやって吐くここにこうつける、ところが先ほど見たら背中っていうか、その肩方っていうか、はい、チェストタイプっていうのかな、あ、ちょっと違うっていうしか。あ、腰だけですか。そうそうそう。あ、なるほど。クライミングは。で、うち普段使ってるのとは別にもう一タイプ持ってるんですよ。腰で釣って人を救助に行くために、これでロープの上り下りするアッセンダーとかディセンダーなんかも持ってますんで、その辺との、普段ボランティアさん使わないんですけど、釣られた時には助けに行かないといけないという装具は揃えて訓練してます。ロープ一本を登っていく、だからそういう全然こう一見相反するあれだけども、共通部分っていうか、なんかそこで練習っていうか知識を入れたいというか、なんかそういうのにちょっと興味に湧きまして、来たついでにどういう感じなのかなって、これゲットしたんでまた戻ったら怪我が治り次第というか、これから、なぜ参加しようと思ったんですか。いや、なんか船が、船が、おおおおおいいっすね。そうですね、去年私まだ1年ぐらいなんですけど、富山に来てた。おおおお。で、なんか豊丸は何回か別に砲張ってない時に、なんとなく見に来たら、したらそのボランティアのポスターを見つけたので、今日初めて転搬してることを見ました。次回とかはできればもっと上まで、そうですね、だんだん増やしていきます。そうですね、今までは腰ビルトやったんですよ。ビルトやったんですよ。ただ、
ルールが変わってフルハーネス必ず着用しなさいと、ルール変わりましたんで、腰ベルトの時にはもっと時間かからなかったんですよ。その時間っていうのは、広げたり、畳んだりする時間かからなかったんですよ。はいはい、天板の。今水平おやつ、垂直おやつを設けたんです。はいはいはい、今まで垂直おやつなかったんです。もう自分の力だけで登っていく、足が離れたら落ちてしまうというような状況だったんですけど、それを改善するための装具を今使ってますので、それの取り付け取り替えに時間がかかってます。そっかそっか。全部広げるのには今まで1時間半でできてたのがもうちょっと2時間から2時間半ぐらいかかるんじゃないかな。よりまあ安全性も考えられた。それ始めたところですので、今少しずつ枚数広げていってどこまでできるかなというのはちょっと実験試行しているところです。できれば全部広げたいんですよ。だから今日はちょっと上、一番上の部分が広げなかったというか、もう少しこう人数増えないと今の人数ではちょっと全部まで広げられないかなと思ってるんです。大体60人を切ると全部広げるのが難しいかなと昔の装備で言われてましたので、今の装備だともう少し70人ぐらいは欲しいかなと思ってます。今日は どの辺まで登っていて、すごいすごい。でまだ上がりたい。結構な高いところ好き、結構高いですよねここ。あのです。まあでもなんかそんなに気に、登ってる時はこの辺しか見てない。そんな高いことに気づかない。だってまあ地上っていうかまあこうね、下、まあ下から見るんじゃないけど。登るのはあのはしごっていうかその、このなんか網になってるところですよね。僕らっていうか、まだ全然僕素人で、クライミングを教わってるんですけど、その教えてくれる方はあれぐらい岩を登って、すごいですね、上がって、僕はまだ未熟なんでその半分ぐらいかな。A small travel for a better future. Feel it in the air. Feel it in our moves. Sing it out loud. Sing it out proud.これも前段階